あ、どうも、ご苦労様です、皆様方。今ご参加は、田中さんと、ご本人ですね。はい、私、研修会です。どうもありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。今日はクリアに音が入りまあ、す。聞こえますか？聞こあ、えよます。かったです。完璧ですはい。よ。ね、よかったです。はい。そしたら、前回は僕もね、お話をさせてもらったので、今回は参加している方々の、まずはお言葉を賜っていきたいと思うんですけども、これ、川さんって呼んでいいんですかね、川さんね。はい。川さんも、それに対して、やっぱり率直な反論とか、あれば、全然構わないので、言っていただきたいと思うんですね。それでは、ついこの間、川さんも知ってますかね、川さんと、ほとんど同時並行で、元創価学会、それから検証会っていう方が同じようなこのリモートで検証会から除名処分来て、で、なんと日蓮聖宗に入られた方がいるので、動画で見てました。まずこの方をね、一番フレッシュっていうか非常に近い感じなので、まず聞いてみたいと思うんです。そしたらじゃあ森さんお願いいたしますよ。こんにちは。はい。こんにちは。はい。こんにちは。本名で言いましょうかね。はじめまして。お名前何ですかね。ハンドルネームカバです。母さんでいいじゃないですか。じゃあ、私は昔創価学会の平成16年か17年の頃、週刊誌に出たんですよね。年越し公演の性問題で、ご存知ですかね、それ。ごめんなさい、ちょっと知りません。ないね。まあ、そういった経緯を経て、まあ、なんていうかな。その、まあ、そういう性問題で声を上げたことによって、まあ、解任されたんですよ、もう創価学会を。政教新聞も止められて、で、まあ、活動停止となって、で、連日連夜家庭訪問もされてですね。で、すごい嫌がらせを受けたんですよね。まあ、そういった時期があってですね。まあ、平和会館に怒鳴り込みをして、まあ、警察沙汰になってですね。で、まあ、それから、まあ、15年、まあ、ちょっと、一人新人の時があったんですけど、2年半前に検証会に入ってですね。で、まあ自分も国立会談っていう、その名称にこだわりがあって、まあこれをしなければ、意味がないんじゃないかということになったとしても、結局それは、まあ簡単に言えば、それはいいんだけど、結局はその、日蓮聖宗のご僧侶の決断があってこそそれがなされるものであるということで、歴史的経緯を踏まえても、やっぱり日蓮聖宗に、入って、信心をしなければならないっていうふうに思ったんですね。だから、まあ、なんていうかな、新興宗教団体っていうのはもう、中がぐちゃぐちゃだから信用ができない、たとえ正しいことを言った主張を述べたとしてもね、やっぱり長年続いている歴史あるお寺、日蓮聖宗の寺院で、やっていかなければ、本当の成仏っていうのは、できないということにたどり着いたわけですよ。私も、説き伏せられてですね。情熱的に。その時は。誰からで、あの女性ですかね、やっぱり、聞いたのそうは。だった。やっぱり聞いたんですよね、あれね。聞いた。まあ、涙、周りに響く。涙、涙のやっぱり蛇腹でしたよね。
現象が起きましたもんね。検証会から除名って言われてですね、メルカリでご本尊買ったんですよ、私。で、それを長年拝んでたことによって、初めて豊田さんにそのことを打ち明けたらですね、検証会の人がそれをじっと見ててですね、で、これは検証会本部に返しなさいって言われたんですけど、もともとは日蓮召集から出てきたご本尊でしょ。でしたら、日蓮召集に返すのが筋じゃないですか。筋の高いことは私もできないからですね、なんていうかな、もう、豊田さんに会ってですね、直接、もう、日蓮召集の本尊にお願いしますということで、ね、まあ、それはもう、大変というか、申し訳ない気持ちで返しましたよ。うん、家の中に入ってて、私の中で家財道具とかそんなの見られてですね、恥ずかしかったですよ、ものすごく。いや、この中でご安心くれって。一生の思い出です。まあじゃあ、まあとりあえずね、ご挨拶程度で、母さんの方から、まあこの国立階段のこだわりが非常に強いと思うんですけども、今のサクッとした流れの中で、まあ思うところがあれば、言ってくだされば、どうでしょうかね。